どうも、河村毅です。えー、今度、ドラマファクトリーというのをオンラインでは開講したいと思っております。えー、私、劇作、演出、えー、俳優など40年間やってきておりますが、まあ劇作がまあ主なる仕事なんですけども、まあその40年のことを元とにですね、劇作を志望される方、あるいは劇作家の方の相談とかですね、 記憶に関する相談とかあといろいろその、えー、お,こおこがましいながらも好評みたいなことをする場といいますかねサロンというか道場といいますかねそういう場所を、えー、このオンラインを通して提供していきたいというふうに、あのー、思っています。で、あのー、今までもですね私大学で劇作を教えたりとかあるいはその東京で、まあ、あの劇作教室みたいなものをやったりということはあるんですけどもまあこれこ今回このオンラインはあの東京以外の いろんなあの都市いろんな街の,の方々と共にやりたいということでありますしもう世界中の方々ブラジルからアメリカからパラグアイからアルゼンチンからその他いろいろもういろんな方面から、えー、いろいろ寄せていただきたいというふうに思っています。どど、まあ、どういうういいいこことととをやるかいうことはまたおいおいまた、あ、言いますけども、まあ、あのどんな種類の あの記憶であっても構いません。あの、どういう傾向じゃなければいけないということはあのございません、えー、私、非常に間口に広い作家でありますし。し、えー、いろんなジャンルのものをこれまで書いてきています。いわゆる喜劇いわゆる悲劇。まあ、音楽劇なんかも書いておりますし。まあどういうものでなければいけないということはございません。で、形式からもですね。 ドラマであったり、そのポストドラマであっても構いません。ポストドラマとは何か、これはまたおいおいしゃべると思いますけども、わかる人はわかる、えー。そういったもう形式にもこだわりませんので、非常に間口の広い、えー、サロンにしていきたいと思いますので、あの皆さん、どしどしこちらにご応募していただきたいと、そういうふうに思っています。